楽器制作系 DIY チャンネル太田くんの手作り工房。今回はギター制作からちょっと離れて手作りスピーカーを作ってみようと思っています。ベースとなるのはこのダイソーの USB ミニスピーカー。いろいろな方がこれでスピーカーを自作されていますね。スピーカーも講義の解釈では楽器と言えるでしょう。それでは制作に入ります。エンクロージャーに使用する材料はこの MDF ボード。これもダイソーで購入したものです。それでは MDF 板をカットしていきます。使っているテーブルソーはこの前導入した SK11 SK11 っていうのかな、藤原産業のテーブルソーです。なかなかコストパフォーマンスのいいテーブルソーで、私のようないつも財布が寂しい制作者にとってはとても強い味方ですね。少し調整してやってこのテーブルソーの癖をつかんで自分好みにカスタマイズしてやるとなかなかの精度で正確に切り出すことができます。ネットでも評判が良かったり悪かったりいろいろ賛否両論なんですが、私としてはこれは購入して大正解でしたね。全て機械にお任せっていう人には向かないかもしれませんが、私のようにちょこちょこといじるのが好きな人間には最適かもしれません。と言っているうちにいろいろと切り出しが終わったようですね。 OK、 正確な寸法で切断できています。このごちゃごちゃっとした工房をきれいに掃除する工房おしゃれ化計画を発動させているはずなんですけど、全く進んでおりません。こんな感じで板取りをメモしてあるので、そのようになるように切断しました。似たようなパーツばかりなのでナンバリングをしてあります。パーツの切り出しが終わりました。ちょこちょこと足りない部品がありますけど、それはまたおいおい用意していきます。それでは接着作業に入ります。使用するのは日本人ならおなじみ小西の木工ボンド。小学生の時に夏休みの工作とかで使ったやつですね。タイトボンドやゴリラグルーを使ってもいいんですけど、なんというか工作っていう感じを出したいのでこの木工ボンドを使います。まあ半分ノスタルジーみたいなもんですけどね。とはいうもののこの小西ボンド、性能的には全く問題ありません。ギター制作に使っている方もいますからね。ただ私は乾燥した後の接着層がちょっと柔らかくてビニールっぽいのが嫌なので、ギター制作には使用していません。ギュッとはみ出した部分は雑巾で拭き取り拭き取り。接着面も濡れ雑巾で拭き取ってきれいにしてやるとがっちりと強力に接着できるような気がします。そうそう、この自作スピーカー、どんなスピーカーを作るのかまだ紹介していませんでしたね。昭和世代のおじさん世代だったら憧れとでも言いましょうか、長岡哲夫先生の考案した傑作バックロードホーンスピーカースーパースワンであります。と言っても2分の1サイズですけどね。ダイソーのスピーカーはちっちゃいからスケールダウンして作ります。というわけで今は白鳥の首の部分を作っているというところですね。こういった作業にも自作ギターの道具が役に立ちます。カムクランプでクランピングです。だいぶ構造のあれこれを接着して
立方体を作っています。底面板はまだ接着はしていません。この部分にスピーカーユニットが搭載される予定です。クランピング、クランピング、こんな感じで底面板は接着しずにクランピングしておきましょう。ここまで動画を作っていて編集作業の力がつきました。最近は動画ができたら即アップ、昼夜問わずに即アップを心がけていますので、この動画も途中ですけどこのままアップしてしまいます。このダイソースピーカーでスーパースワンを作るシリーズは多分全4回ぐらいになりますかね。よろしければお楽しみください。ついでにチャンネル登録もしていただけるとありがたいです。それでは次回の動画ご期待ください。